はい、ナス結構大きくなってきて、脇芽が大きくなってきたりもしてるので、いらないところの脇芽を描いていきます。このナスに関しては、2本仕立てにするので、この第1花の下の脇芽、こいつをの伸ばしていこうと思います。なので、これより下の脇芽は、全部描いていくことになります。で、まあ、ちっちゃいのはあるんですけど、ちょっと小さすぎて、つまめないんで、つまめる大きさになったら、また積んでいきますが、とりあえずここのでっかいやつを脇芽描きします。こっちにもあります。こんな感じで、このちっちゃいやつはまた大きくなってから脇芽描きしていきますが、はい、こんな感じで綺麗になりました。変わったナスの花がありました。これ一見すると葉っぱなんですけど、こっち見るとつぼみがついてて、つぼみに葉っぱが生えてきたみたいな、こんな奇形みたいなのがありました。まあ、ちょっと全体的に生育旺盛なので、ちょっと肥料過多というか、創生が強くてこんなになったのかなというふうに思います。こちら白いナスの、トロリウマナスの接ぎ木の苗です。接ぎ木して準備ができたので、こいつらを植えていこうと思います。この前接ぎ木したスイカですが、多分くっついて、ちょっと伸びてきましたね。本葉が出始めました。こんな感じで、双葉の上にもう一回双葉が、ホギの双葉が出てくるみたいな感じになってます。接いだところ、接いだ部分はこんな感じになりますが、見えますでしょうか。ずいっと。どうかな。まあ、しおれてないんで、初めてですが、なんとかうまくできたと思います。ですね。これ、ナスの台木を立ち上げしていきます。感じです。